まずはワインディング、最新ベース車をチェックだ。第1組はセリカ GT4 の WRC グループ A 用エボリューションで、世界へ向けて5000台生産されたモデル。その目的はインタークーラーの変更およびエンジン各部冷却のためのバンパーボンネットの形状変更にあるようだ。ユーザーへのお楽しみは10馬力アップのエンジンとサスペンションチューン。さあ、その走りに WRC を感じることができるか。さあ、スタートだ。1コーナーまでは発進加速勝負。10馬力の差はどう出るか。うわー、まあ、後半がちょっと違うんだな。フロントの完成出力が多いんで、まあ曲がりにくいですよね。ただ乗り心地が、まあ、モータースポーツのベースマシンとしてはすごくいい。みんながやっぱりトヨタっていうのは出し切れないところがあると思うんですけど、これ足も固まってんだな。少ししっかりしてるかなって感じがします。とか言いながら RC に食いつくノーマル GT4、 10馬力の差をセラミックタービンのレスポンスでカバー。おお、これ ABS ついてないの。この勝負、中谷 RC の勝ち。しかし、大井君、ABS に頼ってちゃダメよ。